ブカレスト市電は、ルーマニアの首都ブカレストの路面電車。ライトレール区間を含め、全長140キロメートル以上の大規模な路線を有しており、2020年現在は、ブカレスト市の完全子会社である、ブカレスト交通会社によって運営が行われている。ブカレスト市内における、軌道交通の歴史は、1871年に開通した馬車鉄道から始まった。 これは、イギリスの企業が、ブカレスト氏との契約に基づき導入が実施されたもので、1890年にはさらに、ベルギーやオランダの企業が運営する路線も開通した。一方、これらの企業との契約に際しては、馬車鉄道に加え、電力を用いて走行する路面電車の導入に関する内容も含まれており、電化方法についての検討が一時難航する。 トラブルは起きたものの、1894年12月9日に、ブカレスト市内に河川を用いた路面電車が開通した。当初は、バ車鉄道の置き換えに関する反対運動も起きたが、以降は順次置き換えが進み、バ車鉄道が廃止されたのは1929年となった。その間の1909年には、ブカレスト市内の公共交通機関の公営化が実施され、以降は、 ブカレスト路面電車建設運営共同組合による運営が実施された。また、1912年には同事業者が所有する中央修理工場が開設されている。1920年代以降は馬車鉄道路線の廃止と並行して路面電車網の拡張が続いたほか、1936年からはバス第二次世界大戦後の1949年は、 トロリーバス事業にも参入した。その翌年の1950年に事業者名がブカレスト交通局に変更された時点でブカレスト市内には27系統の路線網が存在した。戦後はさらなる路線網の拡張に加え中央修理工場を含めたルーマニア各地の工場で製造された国産車両が多数導入されるようになった。 1972年から1980年前後までが、ブカレスト市電の前世紀にあたり、市電を運営していたブカレスト市交通局は、路線バスやトロリーバスと合わせて、路線規模、従業員数ともに、世界の都市交通会社で第4位の規模を有していた。だが、1970年代以降は、西側諸国への多額の債務や石油危機などによる、経済の混乱。 そしてブカレスト地下鉄の開通によって路線網は縮小しメンテナンス不足による老朽化も深刻な状況となったこの状況を改善するためルーマニア革命を経て運営事業者がブカレスト交通公団に転換されて以降はブカレスト市に加えて欧州連合や欧州投資銀行等からの助成金や融資などを受けた路線網や施設の近代化が 積極的に実施されている。2002年に開通した高規格路線や各地の系統の大規模な改修工事、ルーマニア鉄道の線路をまたぐ高架橋の建設による南北路線の接続、超低床電車の継続的な投入や既存の車両の更新工事などはその一環である。2020年現在、ブカレスト市電では以下の系統が運行している。 ブカレスト市電の運賃の支払い方法には、信用乗車方式が用いられており、乗車の際に乗客自身がバリデーターで刻印を行う必要がある。運賃の支払いは、非接触式 IC カードの他にスマートフォンのアプリケーション、ブペア SMS、非接触式 IC カード機能を持つ銀行のカードからも可能である。1回乗車時の運賃は1.30で、 期間内で複数回乗車可能なサブスクリプション制にも対応している。IC カードについては、一般利用客向けのアクティブの他に観光客など、不定期利用客向けのマルチプルが展開されており、後者は8例で、ブカレスト交通協会が運営する交通機関を1日の間に最大10区間乗車可能である。また、事業者が異なるブカレスト地下鉄の路線も、 利用可能な共通カードも発行されている。2020年現在、ブカレスト市電に在籍する営業用車両は、計8カ所に存在する車庫に在籍する。そのうち1カ所は、トロリーバストの共用車庫である。V3AV3A ブカレストの中央修理工場で、生産された、自国製の三車体連接車。ルーマニアにおける標準型路面電車として、 各都市に導入されたが、そのうちブカレスト市電に導入された車両については、民主会行為下のような更新工事が、継続的に行われており、2020年現在も、ブカレスト市電において、最多の車両数が、営業運転に投入されている。タトラ T4 タトラ T4 チェコスロバキアの KD タ、トラが、東側諸国で展開していたタトラカーのうち、車両限界が、 比較的狭い路線に適した車両。ルーマニア各地の都市に導入されたが、そのうちブカレスト市電には1971年から1973年にかけて100両が導入され、製造から半世紀近くが経過した2020年時点でも多くの車両が残存する。V2ATV2AT タトラ T42 両分の機器を流用する形で製造された。 型運転台の2車体連接車。試作車であった、両運転台車の V2ST を改良する形で2003年から2008年にかけて給料が導入されたが、そのうち3003は、車体デザインが異なるほか、3005以降は一部、乗降扉付近が、低床構造となっている。ブクル1という愛称も有する。ラトゲーバー製電車。 ラトゲーバー製電車ブカレスト市電で老朽化した車両の置き換えのため、1990年代にドイツ各地の路面電車から車両の譲渡が実施されたが、その中でミュンヘン市電から譲渡されたラトゲーバー製の車両については2020年現在も多数が在籍しており、特定のルートでの貸切運転にも対応している。元は三軸車として製造されたが、 ブカレスト市電への譲渡にあたりボギー車への改造が行われている。ブクル LF ・ブクル LF 中央修理工場で生産が行われている部分超低小電車。車内の65%以上が床上高さが低い低小構造になっているほか、回生ブレーキを搭載することで消費エネルギーの削減も図られている。2009年に試作車が完成して以降、 2020年現在も継続して製造が続いている。主要所言2020年9月、ルーマニアのアラドに本社を置く、鉄道車両メーカーのアストラバゴアネ、カラトリは、中国の中国駐車賃貸司法記者車両、古墳有限講師とコンソーシアムを組み、ブカレスト市電向けの新型路面電車車両100、両分の発注権を獲得した。全長36メートル。 定員220人の4車体連接車で、車内はブカレスト市電で初めて全体が低床構造となる予定である。2021年中に最初の車両が市電に納入され、2022年以降営業運転を開始する予定となっている。ブカレスト市電を運営するブカレスト交通会社は、2020年に発表した2030年までの 長期計画の中で列車ごとの輸送力増強も兼ねた新型車両の導入に加え速度向上を目的とした主要路線の高規格化、老朽化が進んだ施設や車両の更新、支電を含めた公共交通機関用の優先信号の設置や平用軌道の自動車道との分離などの方針を発表している。ありがとうございます。